私は入国審査官として外国人の出入国審査や日本人の出帰国の確認を行っています。審査では入国目的や滞在期間を質問したりしています。また偽変造の疑いのあるパスポートなどの鑑識業務を行うこともあります。スムーズかつ厳格な審査を目標に毎日の業務に取り組んでいます。空港勤務では日勤シフトと夜勤シフトがあり、私の場合両方のシフトで勤務しています。夜遅くまで飛行機が離発着する成田空港では夜勤シフトが12時から翌朝10時45分までとなります。もちろん途中で仮眠や休憩をとります。私たちの仕事は出入国審査の最前線のため、仕事中の職場は緊張感に包まれています。しかし休憩中や勤務終了後は上司や先輩と談笑するなど和やかな雰囲気になり、メリハリのある職場環境です。入国者の言動に不自然さがないか注意を払い、他人になりすましていないか、パスポートに偽造の痕跡などがないかをよく観察することを心がけています。採用後、出入国管理及び難民認定法はもちろん、憲法や行政法など業務に必要な法律を学びます。また職場での OJT のほか、語学研修にも参加することができ、語学に不安がある方でも働ける環境が整っています。出入国審査の経験を積み、不審なパスポートの鑑識業務を任せられ、偽造の痕跡を発見した時にやりがいを感じます。また空港という場所からいろいろな国の方と出会えることもやりがいの一つです。